学べバイオリン教室へようこそ。今回は篠崎バイオリン教本1巻のジングルベルを演奏します。本来はそり遊びの歌でクリスマスとは関係がありませんでした。そり遊びというタイトルもついていましたが、だんだんクリスマスにも歌われるようになってタイトルもジングルベルに変わりました。歌詞を概要欄に書いておきますので、ぜひ歌ってください。8分音符を弾むように弾いてみましょう。それではどうぞ。